文句ねえよな、アロン。俺もカードだ。そこまでだ。Thank you.
よくぞ戻ったと言いたいが、私と行く気はないようだな。行くのはあなた一人、異界へ送ります。そうか、お前も死の安息が欲しいか。ごちゃごちゃうるせえんだよ。お前が虫けらのように殺したキノックは、あれでも昔の友で、仇は取らせてもらう。
なんとか無事に逃げ切れたけど、ユーナは相当参ってた。仕方ないよな。ずっと信じてきたエボンに裏切られたんだし、なんとかしなきゃって思ったさ。だけど俺どうすればいいか全然わからなくて、それで。どうでした？追ってはない。だが今後ベベルに近づくべきではないな。ユーナは？一人になりたいってさ。だろうな。ユーナどうするんだろう。旅やめちゃうのかな。そっちの方がいいだろう。ユーナが本当に旅を続けたかったら邪魔しちゃいけないのかなとか、そんな風にも思っちゃうんだ。ユーナは森の奥、ヒマリがついて行ったけど、あんたも行ってみたら？ユーナ、辛いだろうな。お前の出番ではないのか。こんなはずじゃなかったのにな。みんなに応援してもらって笑っていけると思ってたんだ。頑張ってたのにな。もう頑張るのやめろよ。聞いたんだ全部。全部？そっか、知ってるんだ。うん、ごめん。ほら、その俺いろいろ言っちゃったろ。早くシン倒そうとか、ザナルカンド行こうとか、ユーナがどうなるかも知らないでさ、なんつうか嫌な思いさせたかなって。悪かった。そんなことない。楽しかった。あのさ、思い切ってやめちゃおう。頑張ること？うん、旅、信とか召喚士とかそういうの忘れてさ、普通つうか地味に暮らすのも悪くないって。いいかもね。でもみんなびっくりするよね。うん、大丈夫、リュックは賛成してくれる。
ルールーとワッカもなんとかなんだろう。キマリも分かってくれると思う。アーロンさんは任しとけって。俺が話つけるっす。ううん、私から言うよ。ちゃんとしなきゃ。旅やめたら何しようかな。あ、ザナルカンド、ザナルカンド行こう。え、ああ、スピラノじゃなくて俺んち。ああ。ほら、あの飛空艇借りてさ、みんなも連れてこう。で、俺んちでパーってやるんだ。私、ブリッツみたいな。うん、君のザナルカンドエブスだよ。おお、真夜中のスタジアムでみんなで応援するんだ。喉枯れるくらい叫んで思いっきり騒ぎたい。うん、了解っす。ねえ、試合終わったら？うん、それは遊びに行くさ。真夜中に？大丈夫、ザナルカンドは眠らない。夜明け前に海を見に行こう。街の火が一つずつ消えて、星も消えて、代わりに水平線がパーって明るくなってく。バラ色って言うんだろうな。海と空と街も全部染まる。綺麗なんだ、すごく。ユーナにも見せたい。うん、見に行きたいな。連れてくって。一緒に行こうよ。できないよ。できないんだよ。いけないよ。Thank you.
旅続けるよ。やめちゃったらね、どこで何をしていてもきっとつらい。君と一緒にいても私きっと笑えない。俺も行くから。ガードだからな。もしかして首？最後までお願いします。最後じゃなくてずっと。ありがとう。みんなのところへ戻る？はーい。やっぱり一緒に行く。アーロンさん、ワッカさん、ルルー、キマリ、リュック、夜が明けたら出発します。それからいろいろ心配かけてごめんなさい。もういい。ゆっくり休んでおけ。はい、おやすみなさい。Wait.